見るように、はい、してます、はい、見ていただけますか、はい、ありがとうございます。東部と西部を、はい、広げて、いきたいと思います。40代、50代でも買います。はい、弊社は新築建売り住宅、一戸建ての、分譲住宅を作って自分たちのところで、販売もしております。特に低価格で、お買い求めいただくと、低価格だけれども、高品質というものが弊社の特色です。建売り住宅というと、建築コストを抑えているというふうに皆さんほとんどの方が勘違いなさってますけれども、弊社の場合には、土地の仕入れを、どこよりも、独特のルートで、安く、購入できます。ですから土地のコストが安いので、高品質な家を建ててもトータルで、低価格な住宅が提供できると。弊社も平成元年からやっておりますので、そういう間に長い間の、地元の、不動産業者さんとか、また地主さんとのパイプが太くできてますので、おかげさまで弊社は、静岡県の中部地区でナンバーワンの、分譲住宅の実績を持っていますので、その分土地の仕入れもどこよりもたくさんやっております。ですから一括で土地も購入すると、やはりお安く、購入できて、お客様にも低価格でご提供できると。皆様がお支払いになっているお家賃と同額、または家賃よりも安いぐらいで、それで、4LDK の新築住宅、一戸建てが購入できると、そういうところが皆様に、気に入っていただいていると思います。住宅雑誌を見ていると、私たちの広告を見て、家賃より安いじゃんって言ってアパートを借りる、大買い方が、家を借りちゃうというケースも増えています。お若い人でももちろん手に入るし、逆に言うと、年齢がだいぶ上がってしまって、もう住宅ローンもなかなか組めないからっていう諦めている方も、価格が低価格ですからまだ間に合います、はい、ですから50代の方でもまだまだ住宅を新築を買っていただいている方もいらっしゃいます。弊社の特徴としては、家計に優しい住宅ということで、今までよりも、家を買うことによって、家計が楽になる、そういう家を目指しております。弊社の場合には自己資金がゼロ、頭金も不要ですし、月々のお支払いだけで家が買えますので、それも家計が楽になります。それからまた今、家の断熱効果も非常に高いですし、冷暖房の光熱費も安く済みます。ですから、アパートから引っ越されて光熱費がかかるんじゃないかなと皆さんおっしゃいますけれども、かえって新築の方が支払いを抑えられます。今後は静岡県の東部、または西部、最近では浜松の方まで手がけて、全域をやることによって県下では、ナンバーワンのシェアをいただきたいと思っております。また、現在神奈川県横浜支店と、愛知県の名古屋支店でも展開しております。これも、ま、今後は増やしていく予定なんですが、いずれは早いうちに、全国の皆様に低価格で高品質な、住宅を、ご提供
出るに安いような分譲住宅を提供していきたいと、それが弊社の最大の夢ですね。